私の YouTube 見て、まあ、来るようなきっかけになったと思うんですが、はい、なんか最初はどんな感じでしたの？そうですね、最初はあの正直あの言葉は聞き取れなかったんですけど、こう叫んでる、うん、怒ってるのを見て、うん、なんか怒ってるのかな、この人はそんなに怒ってあの 神様の、ね、ことを伝えるのちょっとなと思ったんですけど、やっぱりそれは見たからあの、うん、こっち側で見て、うん、見たんですけど、やったことはなかったので、うん、自分でやってみると、うん、クリスチャンとして、うん、愛のイエス様のこう、うん、ファッションというか、うん、こうあると分かります。やると違います。うん、自分も強くあの伝えていきたいですね、うん、皆さんに。だから見るのとやるのと本当に違くて、皆さんもあの一度でもいいからこう近づいてなんかやってみた方が本当に感じます。神様のパワー、神様の、あの、うん、奇跡を感じるので、アーメン。本当に見るだけとやるのも違うんです。アーメン。やるのも勇気いるので、うん、本当にすごいんですよ。やる。疑問はありませんか？神様、いろんなのありますけど、本物、たった一人の神様は一人しかいないです。アーメン。そのたった一人の神様、あなたは知っているでしょうか？今日ありがとうございました。宣言して今の気持ち何かありますか？はい、今の気持ちはあのすごい幸せです。幸せと、なんていうのかな、安らぎっていうか安心があります。神様といる感じがして、自分が神様を探すほど神様がそこにいるんだっていうのを感じるので、すごく不安がなくなります。家に戻ると不安が増えるんですけど、こういう神様のことするとすごい幸せなんです。すごいはっきりと道が見えます。アメン。